さあ、ピラルクを釣り上げた後の最終日ですね。もうこのね、車内はだいぶ見慣れたんじゃないかなと思います。はい、今からちょっと買い物に行くんですけど、実はこれ最終日ということで撮影してるんですけど、前日に皆様実は渓流に行ってまして、渓流フィッシングの方はね、僕のね動画では全く撮影されてないんですよ。なんでかというとですね、あのピラルクを釣ったその夜にですね、なんか知んないけどめちゃくちゃ高熱が出ましてね、一日私寝ておりました。ということでですね、渓流の方が申し訳ないが撮影できておりませんが、今からね、空港に向かうための準備、そして、買い物、これぞまさにタイの旅行の最後の締めの観光っていうところでね、やっていこうと思います。いやー、あとはね、前をね走っている車なんですけどね、オーバーヒートした A の車が帰ってきたということでね、向こうに社長と軍団乗ってます。私安全策を取ってこちらに乗りました。多分ね、いろいろ起こしちゃうんじゃないかなと思って、僕が乗ってるとね。ということでね、今から買い物に行きます。行きましょう。最終日、レッツスタートです。もうこの大渋滞風景にも見慣れてしまいました。あー、すごい、この車が交錯する中突っ込んでいくパターン、もう慣れた。もう慣れたぞー。はい、やってみましょう。テイク3、セブンシーズンプロショップスタイということでですね、釣り屋さんに行ってみたいと思います。行きましょう。だいぶ涼しそうですね。あれ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 、アロワーナ、アロワーナ、ターポンで、でドラーグ、ターポン、あ、これターポンって、あ、もう一回、もう一回、ね、ドラーグですよ、ドラーグ、朝早い、一番に、朝早いよね、お店の店長さん、ね、社長さん、知り合いってことでね、今あの語らいをしているところです。ここにね、なんとあの幻のソードテールがあるということで、これはもう買わずるを得ない。行きましょう。会員のエリアに来た時にはこんな感じで海のジグが売ってますね。海釣りのジグ、いろんなメタルジグが売っているさなか、 D スタイルのワームが売ってましたね。 40% オセール中ですか。じゃあ安くなってんじゃないですか。D スタイルのワーム、2階へ上がりますとこんな感じでね、バッグいっぱいありますね。釣りバッグ、釣りバッグ、黒い階段上がってきたらジグー、わーお、釣り具屋さん、看板ありますね。ちょっとこっち見えなくなってますけどね。見えなくなっちゃってます。細ジグ、細ジグですよ、あるよ、そこそこ釣れるやつだよ、こそこそ釣れるやつ、こそこそ釣れるやつ、こそこそだよ、こそジグありますよ。オーマイガー、ソードテールありました。あの、なくなってるじゃない、あ、じゃないか、カラーがない、カラーがない、なるほど、これはもう買っていくしかないですね。これもコリーあれや、ショートの、なるほど、1個だけ、これもう俺絶対つけてこれやりますからね。やっぱこの派手なのがいいですね。これ買ってきましょうか。ナイチューンさん買ってきてくれたんですけど、俺も買います。ここでさあ、他にも見ていきましょうか。これですね、オリカラー、これすごいですね。これ買えないですよね、日本じゃ買えないですよ。シンキング、セブンシーズオリジン、すげえ、テラピアソング、これ釣られるんですよ、餌です、餌です。これナイチューン買ったのかな、どうだろう、目につかなかったかな。全体的にはこれ海のねルアーがね多いですね。お、ここにもある、ティラピア専用ワームとか、これ面白い、クレイジーバイツ、サンフィッシュ専用ワーム、めっちゃありますね。ブラジルワーム、おお、すっげえでっかいイカワームあるし、めっちゃ面白いこれ。何
何これ、でっかいイカワン。 OSP のワームも売ってますね。これもまた 20% オフ。ブラックバスを、ね、釣るっていうことはあまりないんでね。あ、こっちはジャッカルがありますね。ジャッカルワーム、あっちのハードベイト。ブラジル系のワームが多いですね。ブラジル系のルアーか、ブラジルからのルアー。はい、こちらリールです。なんというカラーバリエーションでしょうか。豪華ですね。タイはね、なんかいろいろ道路通ってきたんですけど、派手な車が多かった分、こういった派手なリールもたくさんあります。おー、アブガルシーやん。おー、いい丸型リール、こんなの新品に近いっすよ。すげー、うわー、オーマイガーシュ、オーマイガーシュ。さあ、空港に着きました。セブンシーズからの空港です。疲れた、疲れました。またこれからちょっとあるからね、まだ何か起こるかもしれない。まだありますからね、最後まで、ね、旅は旅続きますからね。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you。 さあね、ずっとねフィッシングガイドとかね、町の観光ガイドとかをねしてくれた人たちにね、最後ね挨拶をしましょうね。 Thank you。 Thank you。 また大阪来てね、大阪フィッシングショーね。 Thank you。 Thank you。 また大阪に来てね、大阪。アイさんです。また大阪で会いましょう。大阪行きません。行きませんか、なんで行かれるか。行きます、行きます。ありがとう、ありがとう。大阪で待ってるからね。いや、またね、大阪フェプロビーネキア大阪フィッシングショー、ヨー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 。陽気でした、ありがとう。今誰か通ったのか。今誰か通ったのか。